細谷康太郎。その右に、ジュール・ブリュネ、ナ松平太郎田島・金太郎後列左から、アンドレ・カズヌーブ、ジャン・マルラン、福島・時之ノアルトゥール・フォルタン。共に、箱立戦争に参加、細谷康太郎大将十年八月五日は、幕末の爆心。横浜・フッツゴ伝習書生・デン州諸星。デ隊大使、方兵・サしズ役。あと、方兵隊と踊 フランス人によるあだ名は安。旗本、細谷木三郎の長男に生まれる。慶応元年に新設された横浜フッツ語伝習所で、田島王、親らと共にフランス語を学び、卒業後幕府陸軍に入隊し、砲兵差指図役に任命される。慶応四年の母親戦争では、強硬な抗戦論者であり、榎本武明の江戸脱走に従って、箱館戦争に身を投じた。 箱館戦争にでは、中島三郎介の配下として、砲兵隊を率いて奮戦するが、戦闘中に負傷し、その傷が後々にも、古傷として残った。敗戦後、久留米藩に捕虜として預けられたが、明治3年頃に釈放され、明治5年、語学力を買われ横須賀造船所に議官として勤務。退職後は、ドイツの製鉄会社クルップの代理人を務めたり、 高田商会に勤務したりしていた。一時期パリに滞在していたとされる。晩年は鎌倉で過ごし、大のフランス好きだったため洋館に住み、フランス製の家具をたくさん揃えていた。最後の言葉は、フランスのうまいパンをもう一度食べたい。去年71、ありがとうございます。